ニコは中国の伝統的な殺弦楽器の一種。二本の弦を間に挟んだ弓で弾く。琴等は錦木蛇の川で覆われている。メディアを再生する北京における路上演奏弦形楽器は、東大に北方の異民族によって用いられた敬語とという楽器であるとされる。この頃は、現在のように演奏するときに楽器を立てず、横に寝かせた状態で棒を用いて、 弦を擦り、音を出した。壮大に入り演奏時に立てて弾く形式が広まり、この頃には、稽古とと字を変えて呼ばれるようになった。壮大宮廷のある、稽古と奏者が一本の弦で曲を弾いたエピソードが、沈活、保湿弾、確率に見え、この時ある程度の演奏技術が確立していたことが、わかる。また同じく、沈活。 無形筆談の記録より、壮大ですでに馬の尻尾が弓に用いられていた様子が伺える。近代になり流天下等によって演奏技法が高度化され、それに伴い楽器自体も改良が重ねられた。1920年代、西洋音楽が中国に大量に入り、流天下をはじめとした音楽家たちは、中国の伝統文化と融合させた新しい音楽や、 双方を開発した。竜天下は、ニコ独奏曲、両称、孔明行など十曲を作曲し、それまで演劇の伴奏が主体であったニコに独立した楽器としての地位を与えたのである。現在普及している形は、1950年代から1980年代頃に出来上がったものが基本となっている。ニコは、琴等の形状、制作地によって、 大きく三つに分類され、以下の特徴がある。講義の2個は以下の楽器も含む。それぞれ奏法や音域、音色、楽器の大きさや形状が異なる。2弦古巾を2個と呼ぶのに対して、3弦古巾を3個、4弦古巾を4個と呼ぶ。3個はもともと遺族の民族楽器だったが、1970年代以降、改良が加えられ、 中国の民族音楽の新しい楽器の一つに加えられた。4個は、神学の大古琴として、昔の日本にも伝わっていた楽器である。神学の古琴の絵図。1894年間、民神学のしおりより、神学の大古琴の絵図。1894年間、民神学のしおりより日本においてはこの楽器を呼吸と呼ぶ場合があるが、 中国のニ個と日本の呼吸には直接のつながりがなく、呼吸は日本の伝統楽器及び伝統的な殺弦楽器群の総称を言う。また、中国には呼吸と呼ばれる楽器はない。江戸時代にはすでに民心学の流行とともに、ニ個の弦楽器である古錦が演奏されていたが、きちんと胡錦と呼ばれ、胡錦とは区別されていた。しかし、明治初期にはバイオリンをも、 呼吸と呼んだ例があり、呼吸が抗議の意味で、殺言楽器の総称としても使われる一方、明治から昭和前半にかけ、本来の呼吸が衰退して知名度が低下した結果、次第に混同されこのような御用が起こったと考えられる。またこの御用が一般的に普及した背景もあってか、中国呼吸と紹介する例も存在する。ただし、この場合前出の古金や、 稽古などの中国の伝統的な殺言楽器全般を指す場合もあり、読み手には文脈上の注意が必要になる。いずれにせよ、混同による問題を避けるためにも、楽器そのものの持つ文化的背景などを尊重するためにも、正確な故障が用いられることが望ましいが、楽器そのものの普及とともに、次第に解決されていくと考えられる。二個について、 日本ニコ振興開講式サイト、2013年3月21日、閲覧、ニコの歴史、現の歌ニコ研究開講式サイト、2013年3月21日、閲覧、ニコルーツから現在まで、マイナス、ニコ、ルーツから現在まで、2013年3月21日、閲覧、ニコの種類、中国ニコ専門店名指導公式ウェブページ、 2009年3月24日、閲覧。こと動画丸か、六角か、八角か、つばきにこ工房公式ウェブページ。2009年3月24日、閲覧。ありがとうございます。